半になりました。ここから国際大会経験のある選手の2人の演技です。まず初めに滑るのは中学3年生の大久保萌奈選手です。2018年の全国大会総合で優勝し、世界大会の出場経験もございます。一つ一つの丁寧なスケーティング、そして優雅な振り付けの演技に注目です。そして2人目に滑るのは榊本結花選手。彼女は高校2年生のフレッシュな選手。中学で香港で開催されたユース大会に出場し、高校1年の時にはアジア大会にも出場しました。スピード感ある演技の中、得意のジャンプ、トーループはダイナミックで美しいと言えたです。それではお待たせいたしました。大久保萌奈選手と榊本結花選手の演技です。どうぞ。
上野選手と榊本優香選手でした。はい、ありがとうございました。以上で選手全員の演技が終了しました。